おはようさん。先生、顔色が。どう？挨拶？え？これのどこが挨拶だ？まさか、編入生ってお前か？どういうことですか？グレンは私が守る。俺じゃねえ、守るのはルミア。絶対だ、絶対だからな。大丈夫なのかな。まずは自己紹介してもらうから。ウレDL レイフォード、帝国軍が1億、帝国宮廷魔導士団特務部員。イテリア地方からとおっしゃいましたが、ご家族の方とは離れて。あ、私はグレンのために生きると決めた。グレン旦那！もう死ぬんだ。胸が苦しいです。ん、私に恋煩いか。おい、どうだった、柔らかかったか、匂いは。羨ましい。やみつきになってないよね、お尻。まさかノル、一緒に組もうよ。うん、こらそこ。はい、まだ違います。仲のいい幼馴染です、今のところは。はい、じゃあ次は受け身の練習よ。数回投げたら交代ね。頭痛耐性のスキル持っているのにこれ。今授業中なわけだが。はい、ひとまず負けたか。俺たちの体は普通に魔法をかけても効かない。私はてっきりそのいやらしい接触行為だとばかり。マリオ、昔母が怪我したところをこうしてくれました。あなたの鈍足で私から逃げられると思うな。騎士たるもの、もっと美しく戦うべきだわ。覚悟はいいな。まずはあの狼を何とかしないと。すみません。霊視、何か見えたのか。お取り込み中失礼します。さすがね、リリー、飛翔の術の使い手。ねえリリー、あなたが草薙五道をたぶらかして愛人の座に収まったせいだ。え、やめてください。ユリ、もうやめてください。これ以上自分を曲げる必要はないはずです。草薙さんならあなたを。寝返れと言いたいのか。礼を言われるようなことはしていない。寝室の机の引き出し。素敵よね。もしかしてこれが恋。あ、私はもうこの思いは止められない。あなたを殺して永久に口封じする手だってある。短慮はいけないわ。ああ、よかったわ。リリーが自分から協力する気になってくれて。建前を取り返すため変態王子から小豆あずさの犬にジョブチェンジした僕は屋上で発見。給水塔の陰で寝てる。みんな笑顔。この変態犬。首絞められた。ペット暮らしは楽しいですか。そうですか、救いがたい変態さんですね。あずきさんを諦めるのはどうですか。敵前逃亡はダメだ。僕の建前があの子に取られたままなのは釈然としない。ここだよ、つつ隠しと行きたいと思って探したんだ。アニマル和風カフェ、そうですか。相変わらず表情が読めないな。あ、先輩はどうしようもない変態さんですが。あずきあずさ、偶然ならどうしてわざわざ隣町まで来るのよ。じゃあ和風カツレツのアニマルメイドさんにアーンサービスを。はあ、うん、ご主人様のために頑張るわ。アニマルメイドの写真を屋上から垂れ幕にしちゃおうか。建前を取り戻す以前にラブ。ちょっと塚吉、静かにしてください。入り口も見えますし雨もしのげます。なんだそういうことか。怒らせちゃったかな。どうかしましたか。大きな魔力の人がやられちゃったみたい。忍法吊り下がり天井っす。すごい罠、いつの間に。おっと、さすがリリス先生、分析力はピカイチね。お姉ちゃん、おはよう。セリナ、ご機嫌いかが。
誰？その少女、それにこの魔力はアスティルの写本。この姿では初めましてだな。マントラエンチャントの構成完了。こうやって体のどこかにマントラを宿して、こいつにどんな気持ちを込めるか、それが一番ダイレクトに力が出るし、グラのアーカイブの魔術使いこなせばリーゼさんと渡り合うこともできるでしょう。そんなわけで、あのでかい姉ちゃんの魔術を使えるわけだ。おう、目的じゃねえよ。でも見たいんだよね。かなり。コーラ！やったのか。どうしてそんなことをするんだ。それはノアの仲間を作るためです。ノアはいつも一人ぼっちです。普通じゃないからです。そうだったのか。ド M というダメな才能のおかげで俺と普通の遊びをしよう。佐渡君、何をしたい？これは最終段階に入ってしまったです。もう手遅れです。このまま人類が変態になるのを待つしかないのか。俺にできること。この声は、君は、世界で強引に人類を変態にするなんて歪んでいる。それを教えてくれたのは振り返り不良です。ヒラキさん、豚郎、先輩が来てくれたおかげで私のことブスって貧乳って目つぶたって。いや、これ佐野君にプレゼントです。はあ、そうなのか。豚郎、え、ああ、だだだ、この変態選ぶとやろうが。右半身を斜め上、前方へ5度。いつか、ちょっと相手してくれる？略式と戦ってみたいんだ。6.5 hours later。 ただいま、シャルル戻ってるか？ああ、帰ろう。それじゃあな。お茶でも飲むか。うん、もらおうかな。あ、赤くなってる。本当にごめんね。いや、大したことない。それより、で、なんで男のふりなんかしてたんだ。僕はね、一花、父の本妻の子じゃないんだよ。あそこも第三世代型の開発に着手はしてるんだけど、注目を浴びるための広告と、それに同じ男子なら。それでいいのか。いいはずないだろ。いちこ、女だってことがバレたから、きっと本国に呼び戻されるだろうね。つまりこの学院にいれば少なくとも3年間は大丈夫ってことだ。いちか、うん、かばってくれて。あ、そんなに気になる？当たり前だろ。いちかのエッジ違うって。何をしていますの？いや、シャルルがなんだか風邪っぽいって言うから。私も偶然夕食がまだなんですのよ。ご一緒しませんこと。何をしている。これから私たち一緒に夕食ですの。あらあら、ホウキさん、食べ過ぎは体重を加速させますわよ。ホウキさん、何をしてらっしゃるのかしら。男がレディをエスコートするのは当然なのだろ。じゃあ食堂と購買でも見ておくか。はい、これだ。ドリアンパン、食べた後は歯磨き必須な。そうですの。あなたが口説かれてどうするのよ。悪い、今までにないタイプの精霊。クルミは今どんなパンツを履いているんだ。見たいですの。え、いいですわよ、指導さんなら。テレヤさんですのね。あのさ、朝言ってた精霊って。それは秘密ですわ。今お伝えできることは一つだけね、指導さん。
私シドウさんにお願いがあります。学校で手を握る必要はないはず。今すぐ話すべき。あ、貧血。ああ、なんだ二人とも情けないな。いつかくんたら転校したばかりの女の子まで。とんだお猿さんね。誰が泥棒犬ですって。あんたの家の家紋は犬じゃない。ローレン・フロスト家の家紋は今こそ血の契約に従い我が元に馳せ参じ構え。相変わらず毛並みだけは立派な犬ね。また犬って言いましたわね。今日こそ決着をつけてやるわ、泥棒犬。いつもいつも目障りなのですわ。あんたこそなんでいつも突っかかってくるのよ。あの程度の炎、私が消してみせますわ、ベンリル。私にかかればざっとこんなものですわ。お黙りなさい。元はといえばあなたが火をつけるから。何をしているお前たち。学院内での死闘は禁じている。